突然ですが、はい、大事な報告がありまして、はい、私、はい、結婚いたしました。あら、突然ですねおお、びっくりしたよ。いや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 、まあ、いろんな媒体っていうか番組があるけど、この番組で発表してんの？そうです、今回ここで初めて発表になりますね、うんうん、いや選んだ方が良かったでしょ、場所が、うん、もっとあったでしょう。大丈夫この番組で、はい、あ、そう、うん、これはまたおめでたいことで番組も活気づくね、これでね、嬉しいです、ね、素晴らしいですな、うん、もう一緒に住んで、あの別居婚という形をとっていまして、お互い仕事をどうしても続けたいが一番最初だったので、結婚しても仕事を続ける、一緒に住まないを一つの条件として結婚します。今ですねでも相手が出身地が愛知県なので、あの愛知に戻ってくるっていうタイミングがあれば、その時に一緒に住もうと。なるへそ。まあ、確かにね、こうどういうものが好きなのかとかね、食べるものとか、やっぱり生活していくうちにね、いろいろ知る。やっぱり石黒さんもやっぱ謎の多い男ですもんねそれはやっぱりいろいろ住んで、相手は石黒さんじゃないですよ。いや、あの合コンで出会ったわけではないんですよ。違う、はい、いやいや、オドぜひで発表って方がぜひらーの方なのかな